現在行われているのは TSF カップシャープ5、第5回目の大会となっております。現在ウィナーズ3回戦の模様をお送りしております。この後がウィナーズセミファイナルなんですけど、ウィナーズセミファイナル一度止めといてください。組み合わせ決まっても止めといてください。よろしくお願いします。聞こえたかな、今大丈夫かな。ウィナーズセミファイナル、はい。その後に一回ルーザーズを挟みますんでね。はい。さあここは最近ではね少なくなってきてしまいましたけども、ジャックセブンをねメインに据えてますね。春91日この耐性チルドレンと言っていいでしょう。ダルパニって書いてあるのが、まさに耐性チルドレンですね。耐性さんはただね今エイペックスにお熱ですけど、エイペックスから多分鉄拳プレイヤーの中で1、2を争うぐらいうまいんですよね。実はすげえねうまいんですよ。はい。TSF 大会は長らく開催しているのを鉄拳の切り替え、ありがとうございます。頑張ってます。はい。嬉しいですね。フライファイはね、すごいカジュアルな大会なので、カスタマイズも OK ですからね。ぜひね、そのカスタマイズ勢もね、盛り上がってますので、よろしくお願いします。さあ、まず記念大会はあれですよね、カスタマイズ賞も出して。そうです。カスタマイズ賞、ファイターカスタマイズ賞、鉄塔カスタマイズ賞、スズキンカスタマイズ賞、それぞれ1000円分の Amazon ギフト券プレゼント予定ですが、鉄拳こう。このねジャックセブンも首をぶち壊そうとしてますが、これは松葉のパーカーのラメ。さあこれはねテアリスボス、しかしリーチ状態、油断はできない、中断、最後はモンスターテイル化け物の尻尾ですからねモンスターテイルまさにですね、でっかんこ言いたくなるな、やばいですねこれ完全にこれはやばい、終わってしまうか、いやまだ残っている、見事な確定反撃回数、ここからの逆転はあるのか、中断3発目があった松は松葉、さあまずはやはり先ほどと同じようにね、力こそ全てだ、これが風間陣なんじゃないかという噂もこれが風間陣の真の強さ、力なんじゃないですかね。これがデビル陣これがデビル陣なのではというね、ちょっとお前言いたいだけだろそれ好きよ、強い。さあそのパーカー村が先制している、これはバックラッシュうまくかわしています。せっかくこうレイジに追い込んでいます。春91年式九州の勢からいないの、どうでしょうね。ちょっと九州のプレイヤーにねまだ私がね疎いんですよね。もしかしたらそういう強いキャラクターを強く使うっていう若手のプレイヤー、若手強いキャラを強く使えるっていうのがねキーワードであります。さあ確定反撃お見事とかありました。イリュードシューターですね。ラウンドをようやく取得しました春91年式。ギャパ吹き飛ばして、これ行積み手堅いですね。1P 側のジャックセブン、ジャックも本当に見なくなってしまいましたけど、一時期ね最強キャラクターでしたからあれもちょっとこう、某三島の夢感ありましたね。あれまさに歌方の夢なので、1週間ぐらいで終わっちゃいましたからね、あの夢ちょっとスタッフ用行ってきますね。はい、よろしくお願いします。あれさすがに変わりそうだと思った。あれはねさすがに弱体化しすぎました。さあしかし簡単コンボを拾っている。 TSFAR って部屋は誰が作ってるんだ。ルキさん部屋がまだ見つからないということで、なんか部屋をもう一度作り直すか翔さんが作るとか、そういうなんでしょうね、やり取りとかも OK ですからねまた困ったことがあったらスタッフにおっしゃってくださいね。さあこの試合はかなり春が91年式優勢に進めているが、どうだ3ラウンド目、体力リードを奪っているのは 1P 側の春91年式。この体力差があってもなんなく取り返してくるのがこのヘビーミドルキック、これの後にもう1チャンス通されてしまうと終わってしまうが、怖いカウンターお見事。壁の圧力から逃げてるっていう試合展開だったんですが、今度は壁ありステージを選ばれているとこうなっちゃいますね。こうなりますね。はい。戦う理由をロボットに求めていきます。この鉄拳セブンが生んだデビルジンまあ見た目はその攻撃力だと思ってなんだかんだいい人ですか。はい、いい人なんですよ。実は正義の味方という奥さんの見た目で、はい、そうなんですよ。家族をね人質に取られてるっていう、そのために戦ってます。あ、ファイターさんすみません、スッキングです。はい、はい、ルーザーズの方でと1点、ルキさんですかね。そうです。ルキさんがおそらく初めてなのでシングルでシングルトーナメントって考えちゃったかもしれないかなっていう話も出てて、ちょっといらっしゃらないと。そうなんですよ、いらっしゃらないんですよ。で、なるほど。はい。で、今、マイクの方で、メンションつけて呼び出ししてくれたんですけど、ちょっと発報がないのでどうしましょうかっていう、一応ちょっと相談になって。なるほど。ツイッターとかはわからない感じですよね、さすがに。で、眉毛とバーストの方に鉄拳ついてるので、部屋の作成を行ってるかどうかも確認してくれてるんですけど、はい、ちょっとそのまままだ見つからない状態。なるほどですね。今21時59分なので、はい、22時5分まで連絡がないようだったら残念ながら不先輩にしましょう。はい、わかりました。じゃあそれで伝えておきます、はい、ちょっと行ってきますね。ですね、ダブルイルミネーションなので1回負けてもね、もう1回ありますからね。もしルキさん配信ご覧になっていたらまだ間に合いますので、戦いまだ残ってますのでよろしくお願いします。ジェットバーリーから両パンだけこれ抜けてます。しかし追い込まれているのは春91年式のジャックセブン。これはどうだ、モンスターティールレイジ突入、逆転はあるのか。ツーチャンス通せばあれば、しかし T ソークラン。That type of pride ain't good for your health.